Cyan Ring, an official Siberia Tour website, writes about the Great sarbiksky as follows The Great Sarabik Mound is the biggest archaeological monument in Caucasia. It was named after Sarbikskaya Basin. This stone pyramid twenty meter in height is a Burial place of one of the most powerful Dingling kings and his family. There are vertical stone plates situated around the buried mound. The weight varies from twenty to sixty tons. The height is eight meters. The legend says that it is a road of spirits. ロシア・シベリアの旅行ガイドには次のようにありますグレートサルビックはカーカシア地方で最大の高古遺跡です 当地方には高さ2 0メートルの石像ピラミッドがありその墓の周辺には岩が建っています重さは2 0から6 0トン、高さは8メートルです伝説によれば道路の精霊で死者の魂を天国へ導くためのものだそうです墳墓の中にはミイラが安置された墓も 見つかっていますはやし林ハママシティジャパンそれでは皆さんをロシアシベリアのサルベックスキー墳墓へ案内します、えー、位置的にはまさにシベリアの中心部ということになります ベイスンとありますから盆地の中にあるということになりますこの中央部分にそれが見えてきます大きさは横70メートル縦64メートルほどですで、この岩を見て驚くのはですね U.K. のエイブベリーの巨石群と していいるという点です岩の大きさも高さ8メートルあるということです、まあ、周囲を見てもですねこのような巨石がある場所が見当たりません一体このような巨石をですねどのようにしてどこからここへ運んできたかという問題もあります、まあ、ともかくもエイブベリーの巨石群と 大変よく似ていると言いますか区別がつかないほどよく似ていますまあそれを皆さん自身にも確認していただきたいと思いますで、最初に結論ということになりますけれどもエイブ・ベリーがロックカレンダーであるとするならば私林博はロックカレンダーと判断していますがロックカレンダーであるとするならば このサルビックスキ巨石遺跡もまたロックカレンダーと考えてよいのではないでしょうか、えー、これがそのサルビックスキ巨石遺跡ですけども左右比較していただくと分かると思いますけども大きな石がですねいくつか欠けているように見えますそして巨石の間に4個から 5個の比較的小さな岩が並んでいるように見えますこのサルビックスキー巨石遺跡もですねロックカレンダーなのでしょうか、まあ、先にも言いましたように UK のエイブベリーがロックカレンダーであるとするならばこのシベリアのサルビックスキーもやはり ロックカレンダーということになりますその証明は私林博士のナスカ理論によってしますがもう一度上のシベリアのサルビックスキー巨石遺跡とですね下のエイブベリーの巨石遺跡を比較してみてください上がサルビックスキーの巨石遺跡です下がエイブベリーの巨石遺跡です そして、大変興味深いことにサルピックスキーとです、ね、エーブ・ベリーの間はちょうど軽度角にして90度離れています緯度はほとんど同じです右の数字を比較してみてくださいサルピックスキーの方は90.46エーブ・ベリーの方は1.51です で林弘氏のナスカ理論によって証明してみますナスカです、このナスカに2本の直線を引いてみます、1本はシベリアのサルビックスキー巨石遺跡から引いてきたラインです、この緑のラインがそのラインです、そしてもう1本は UK のエイブーベリーから引いてきたラインです、上のブルーのラインがそのラインということになります。 下のグリーンのラインはです、ね、グレートサルビックスキーから引いてきたラインです一つのプラットフォームに集まることが分かっていますでこれら2つはですね何らかの関連性があるということになりますがこの辺りには世界の巨石遺跡からのラインが集まっていますその動画をこの後につなげておきますからもう一度ご覧になってください Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious megalith in Celebes, Indonesia called Pokekea Megalith. As to Pokekea Megalith site, Celebes, Indonesia, WorldCom website writes as follows, though nobody knows what they are and who created them stand silent in pokekea megalith site just like thrown out from a time machine to a mysterious land in the very old ages statues and many megalith stones are scattered in the very beautiful valley located in napo valley three hours driving from palu the capital of central Cerebus, Indonesia. Pokekea and the rest of the valley offered amazing landscape view and historical experiences. I, Hiroshi Hayashi, is to try to solve this mystery with my own Nazca theory. You will know what they are and who created them after ten minutes. Can you be patient for ten minutes to know the secret of Indonesia? インドネシアのセレベストに奇妙な巨石遺跡があります。それが何であるか、誰によって作られたものかについて、誰も知りません。が、その謎は簡単に解けました。それだけではありません。私はその謎を私のナスカリ論を使って解きましたが、このことは同時に私のナスカリ論の正しさを証明するところとなりました。どう解いたか、どう証明したか、それをこれから皆さんに紹介します。で、 10分後にあなたはこう言うでしょう。なんだそうだったのか、と。なお、この巨石遺跡についての情報は、雪尾山川さんによって届けられました。私もその巨石遺跡については、雪尾山川さんによって教えられるまで何も知りませんでした。が、その巨石遺跡から、ナスカに線を引いてみたら、謎はそのまま解けました。ラオスのジャール平原の巨石ラインと、 同じ滑走路の反対側とその線が重なったのです。ビンゴーです。そればかりではありません。これから紹介します、ロシアのショリアの巨石遺跡ライン。さらには、UK のエイブベリーラインとも重なったのです。さらに、ペルーのモレーのラインとも重なりました。どれも私がカレンダーであると証明した遺跡です。では、順にそれを説明していきます。 先ほど紹介した画像と同じになりますが、まずインドネシアのセレベストを紹介します。この左から二つ目の星のところがセレベストです。そして一番左のところがラオスのジャール平原です。同じ巨石があります。で、その間の距離は約3000キロなんですね。互いに行き来できる距離ではなかったと思われます。で、まず皆さんをですね、このポケケアメガリスへ案内します。 インドネシアのセレベストです。で、ここにその巨石があります。で、あの、この白い点が二つありますけれども、巨石があるのは向かって右側の方だと思われます。まあ一応点はこの点に取りましたので、えー、皆さんご自身が検証なさるときは注意してください。これがそのポケキア巨石の、まあ、 石、今、巨石なんですよね。要するに。で、こうしたものがポケキアにあるわけです。まあ、大きなものですね。そしてそうした岩をですね、加工して、まあ,あ、このような容器のようになっているわけです。ご覧ください。そして今度は、えー、ラオスのジャール平原へ、 皆さんを案内します。これはベトナム在住の中さんという方が、あこの情報をもあの教えてくださいました。これがラオスのジャール平原です。で、このジャール平原もやはり同じような場所にはあるんですけどもね、この位置よりもやや上あたりのところです。あ緯度経度は合ってますので、それを頼りにさ探してみてください。この場所よりもやや上あたりです。で、 この緯度計度は正しい位置ですから、これを手がかりにこの場所を探してください。で、これがジャール平原の巨石です。まあ粒、やはり壺型に作ってあるわけですね。で、インドネシアではこれをあ、ごめんなさい、ラオスの方ではこれをですね、酒を入れておく、まあ、容器として使っていたと、そのように説明されているようです。中さんがそのように教えてくださいました。で、この、いわゆるポケケアの メガリスと、それから、ジャール平原のメガリスを比較してみますと、大変興味深いことがわかります。上がポケケアですね。インドネシア。そして下がラオスのジャール平原の巨石です。まあ、順に比較していただくとわかりますように、同じなんですね。まあ、それ以上言いようがありませんね。同じ壺型で、そして岩をくり抜いて作ってあるということです。何のために、どうしてかっていうことですよね。 ま、人間の大きさと比べてもかなり大きいものだということがわかります。まあ、簡単に持ち運ぶ、運べるような岩ではないということですね。岩というのは重いですよ。あの、はい。私の家の庭にも、まあ、小さな岩がありますけれども、まあ、どうしていいものかという感じで、あの、困っているような状態でしてね。まあ、要するにこの白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、区別はつきませんね。 皆さん自身で確認してください。で、これと同じようにですね、これはショリアとエイブベリーを比較しています。ロシアのショリアです。これも雪を山川さんが教えてくださいました。緯度経度はここに示しておきます。そしてエイブベリーとの間の距離はですね、5800キロも離れているんですね。やはり同じように、まあ、比較しています。上がショリア、ウスつアバンカスキーですけどね。そして、この人の大きさと比べてください。ここが重要です。巨石なんですよ。あのー、 こんな岩をですね、この大平原の真ん中に並べてあるというところが謎なんですね。周りには岩らしいものは何もありません。エブベリーもそうですね。この大きさを比べてみてください。で、同じものが処理や、それからエブベリーの両方で見つかったということです。軽度差にしてちょうど90.0のあ軽度差があります。で、 こういうのを見ますとですね、はっきり言いますと、エイブベリーの今までの考古学者の先生たちはもういろいろな説明してきましたけれども、すべてそうした説明が吹っ飛んでしまうということですよね。同じものがショリア、ロシアの5800キロ離れたショリアで見つかったということです。皆さん自身で確認してください。これからもこうした発見は次々となされていくものと思われます。で、上がショリア、下がエイブベリー。区別がつきませんね。このことをちょっと頭の中に入れておいてください。 エイブベリーはカレンダーでした。同じように、ショリアもカレンダーと考えられます。北はあの、あの、興奮ですけどもね、この並び方のコンセプトですね、いわゆるハニアを並べていく、このやり方がですね、ショリアの石の、石の並び方と大変よく似ているということです。薄スとアバンカンスキーのね、あの、石の並び方とよく似ているということですね。大きな岩を並べて、その間に小さな岩を並べてあるということですね。ですからこ、まあ、前方後円墳、まあ、 カレンダーると重ね合わせますと、さらに、まあ、それらの、空の関係性、関連性がですね、あ明確になってくると思います。では、これから、あその、まあ、検証といいますかね、ナスカ理論を使ってそれを説明しています。これがナスカです。この黄色い線は、ポケケアラインですね、ポケケアから引いてきました。 先ほどの、まあ、移動経度のところから引いてきました。そしてこのラインがですね、この滑走路に重なります。中部角をご覧ください。ここが林いのナスカ理論です。中部角をご覧くださいよ。このラインと重なりますね。これは綺麗に重なるんですよ。皆さんも、驚かれると思います。移動経度はここに示しておきます。この点を基準にして、この滑走路を、ま、割り、まあ、そうし、あの、調べてください。そしてこの、きあ 今のブルーの線が今ポケケアですね。そしてこの黄色い線がジャール平原から引いてきた線です。上で重なりましたね、線が。このようにナスカ、ナスカではですね、同じ関連性のある遺跡をこうしてラインで示しているということです。上のブルーのラインがポケケアラインです。で、右の赤いラインがジャール平原から引いてきた線です。まあ、このようにして、両者は綺麗にこのライン、あの、滑走路の上の方で重なるということです。が、それでだけではありませんね。もう一度ご覧ください。 これがポケケアラインですね。このブルーの線がポケケアラインです。いいですかそしてこの、この赤い、これが黄色い線がエイブビリーから引いてきた線です。そしてこれがショリアから引いてきた線です。この一番右のブルーのラインはショリアから引いてきた線です。そしてジャール平原のラインと重なります。がもう一つ、モーレペルーのモーレーラインと重なります。このモーレーもカレンダーであることを証明しました。 このように、まあ、ロックカレンダー、並びに盲霊ーーはですね、すべてこの5本の線はここに集まるということです。もうこれは偶然ではありませんね。確率論的にありえないことです。もう一度、簡単に復習しておきます。いいですか中央があナスカです。上がポケケアです。ブルーのラインですね。それから、ジャール平原の赤いライン。それから、ショリアのう水色のライン。そして、エイブベリーの黄色いライン。 そして最後に、モーレーの緑のグリーンのラインがこうして重なるということです。これでナスカリロンによって、これら5社はですね、すべてカレンダーであり、また、このナスカリロンを使って、ポケケアの巨石メガディスもですね、カレンダーであることが証明されました。いかがですか続くビデオどうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I Hiroshi Hayashi say here in this video that when two lines meet together there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence. 二本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博史のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、雪き山川さんより、木汁石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、木汁石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。木汁石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。 アジアでも、リュウモンだけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグラトウ、まあ、セックスへ案内します。このシリス紙をつけたところがキジルグラトゥズです。で、 ここへ行ってみます。で、この、キジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がってるわけですね。 で、この、まあ、こうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、この、ケジル石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、まあ、進捗線と言いますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。 で、このように言いますと皆さんは、ただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこのあたりには、世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあこれは、このラインも含めて、すべて、えー、なんて言いますか、寸分の狂いもなく重なりますから、皆さんも確かめてみてください。今、この米印のマーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが、 運ウから引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ、あまあ、滑走路、左側が、これがリュウモンから引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの、線、ラインを見失うといけませんので、この、まあ、ここへ置きましたね。それと、その下の赤い線が、これがバーミアンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミアンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、 あの、正確に撮ることができます。一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。キ木汁、雲門、それから龍門、そしてバーミヤンですね。そして、写真を拾ってみました。右上が木汁、左下がですね、えぇ、ー、雲港ですね。そして、左上が龍門です。そして、右下がバーミヤンということになります。そして、これら4箇所をですね、比べてみますと、 全く区別はつかないんですね。いわゆるまあ、コンセプトが同じと言ったらいいのか。まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からジル、下がバーミア、左上がリオモン、そして運行です。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、 こうした、まあ、説ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますかあるいはその違いを言うことができますかってことですね。では、検証してみます。今度は林宏氏のライン理論です。ここにキジルがあります。スペリンがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線で繋がり、繋げておきます。 で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして、運行です。で、線で繋いでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あの、クロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私のあ、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかってことなんですね。 で、このクロスポイントをどん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 探して、下を降りていきますと、87.8キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ。バッコークがありますね。トンコウバッコウ靴です。今までマガオを基準点に取っていましたけれども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、あ本当の基準なってますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今、中心に持ってきました。 バッコークツです。バッコークツですね。で、やはり、大変よく似た景色が広がっています。鈍行、バッコークツです。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、バッコークツって言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。 では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミアン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコウクツが加わります。で、色をセピアにしてみますと、また、また、なってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは、皆さんは区別ができますかでは、キジルとマガオ、 簡単に比較しておきます。まあ、壁画が残っているのは今のところですね、えー、木汁とバッコウクツということになるんですけども、この、まあ、壁画がですね、またまたよく似てるんですね。で、こう、細かいところを見ていきます特に頭の上のにこの丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さんどうでしょうかそして上半身裸で、下には、ま、ちょっとフィッ変わった腰巻きを巻いています。 これが神々、つまりエイジアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一度このナスカに戻っています。ここには今言いましたバックオークスのラインがありませんね。しかしあるんですけどもね。左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今、真顔から 引いてきた線ですけども、この、ここに、この、このラインが真顔ラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。えー、ということで、えー、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続いて、世界の山々の、えー、ラインについて説明します。 謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これはあ、私が発見したクロスポイントの中で、まあ、この、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸部のクリもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上しているんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。 その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティペティからのラインももちろんあります。ポポカティペティのまあ、ふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこに、京ティワ和感があります。これはルアペフですね、ニュージーランド。やっぱり、やはりと言いますかね、南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。 この辺りが世界の山々が集むからのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線はやはり長いですね。左に、下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへと繋がっていきます。これがアイゲリーって言うんですかね。フランスの実に奇妙な岩,で岩山ですけども、やはり先ほどの仮想路の近くって言いますか。だいたいこの辺に集まっているんですけどもね。 あの、まあ、興味ある人は見てください。そして、これがマッタホルンですね。マッタホルンも、あの、いわゆる、ま、北、あ、なってますか、イタリアあたりの、ま、基準点になっていますね。そして、全く同じ滑走路、ますかね、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん、富士山もありますよ。富士山の、まあ、あの、ラインは、大変あの、まあ、 ち、短いっていわけではありませんけれども、それと、まあ、目立つラインではありません。ここに重要なポイントがあります。今、坂、あの、180度回転していましたけれども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、えー、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆる、まあ、左方を見ていただくと、この緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、 日本の富士山の位置が一致するということです。なあち、左の、この、いわゆる、まあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す、地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて、あの、林博士が発見したことですよ。そして、マウント・ウラウンです。 生産中の生産ってことになりますね。このウラウンからの、えー、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つがこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントを繋いでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度経路を示しておきますから、またご覧になってください。これはそのまま ブラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、えー、方向を示すと同時に、そのまあランドマークをこのように、まあ、エイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、まあ、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために今日はこのビデオを編集してみました。 こんなことはできるのは人間ではありませんね。まあ、せ、まあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人飛び、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a smallest rock that often implies the biggest mystery for human beings. The rock is in a plane and it is here in this video named Yukio Rock since Yukio Yamashita-san has found it on Google Earth. The rock stands just on the line between Sigiriya Rock in Sri Lanka and Indian Head Rock in USA. Just beside the ray, a group of strange circles is aligned. No one knows what they are so far. Also on the same line, shorter rock alignments are located, rock alignment about which I have proven on my Nathka theory that there are also a rock calendar along with every in UK and Karnak in France. These gather at the same platform in Nazca. Here you can enjoy the story in this video, for which I thank you very much. 今日の物語は小さな岩の謎から始まります。アルタイ共和国の東の端にあるコシュアガチスキー郡の大平原にある小さな岩です。何の変哲もない小さな岩のように見えるかもしれませんが、しかし人類にとっては大変重要な意味を持つ岩と私は考えています。その岩へ、まず皆さんを 案内しますで、この赤いラインはスリランカのシギリアロックと USA のインディアンヘッドロックをつないだ線です。 このラインを双方の頭文字をとって SI ラインとしておきます。この赤い直線の直下にその岩があります。雪を山川さんがこの岩を発見してくださいました。名前を雪を山川さんの名前をとって雪をロックとします。で、その線上に処理や列石があり、またその 雪を6から北西へ1.08キロのところに奇妙なサークルがあります。一列に並んでいます。15、6個ほどの円形の地形が並んでいます。長さは236メートル前後あります。このサークルが何であるかは今のところわかっていませんが、しかし写真を見ていただければわかるように、 人里離れた大平原の中央です。近くには道路もなければ民家もありません。今は謎の地形としておきます。話は前後しますが、なぜシギリアロックなのか、それについて説明しておきます。つまりシギリアロックは基準点になっているからです。この シギリアロックの北に2個の岩山があります。シギリアロックはこれら2個の岩山と並んで、正確にインディアンロックの方向を示しています。逆にインディアンロックとシギリアロックをつないでみるとそれがわかります。またこれら3個の岩山は空からドサッと落とされたような様子で並んでいます。 別のところでそれを詳しく検証してみましたので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。シギリアロックとインディアンヘッドロックはこうして相互に繋がっています。だからシギリアロックということになります。この岩には特別な意味があります。 先にも言いましたが SI ライン上にそれがあるからです SI ラインからは672メートル離れていますが地球規模で考えるならば無視できる距離ですでその処理ア列石については小読み列石であると判断しましたつまりロックカレンダーです UK のエイブベディフランスの カルナク。それに、ラオスのジャール平原列石と並んで、暦列石です。列列石と呼んでいます。私のライン理論とナスカ理論を使って、それを証明しました。それについての動画は、この後に繋げておきますので、どうかご覧になってください。 この雪をロックについては、現地の研究者たちも関心を持っているようです。何人かの研究者が現地へ入り、調査をしています。公開写真をたどると、現地調査をした人たちの報告書があるのがわかりました。不思議な岩です。というのも、写真を見ていただければわかるように、 周辺は小石あるいは小さな岩が所々にあるだけの大平原だからです。そこに立っているような大きな岩は周辺には見当たりません。それ一個しかないのです。が何よりも重要なことは繰り返しになりますがシギリアロックとインディアンロックを結ぶつまり SI ラインのその直線下にあるということです。 シギリアロックもインディアンヘッドロックも共に重要な基準点になっています。それについてはたびたび証明してきましたが、担当直入に言えば処理や暦列石はもちろんのこと、この雪をロックもエイリアンたちによって意図的に置かれた岩ではないかということです。ところで話は少し脇道にそれますが、 インディアンヘッドロックについて、その風化が急速に進んでいるように見えることを皆さんご存知ですか ?2002 年と2010年の写真をここに並べて紹介しておきますので、どうか見比べてみてください。光線の方向による違いかとも思いますが、どうもそれだけではないように思います。顔の輪郭など、 形が大きく崩れているのがわかります。特に顎の下などは重機を使って削り取られたような痕跡すら見えます。もしそうなら大変なことです。人類にとって最も重要な基準点の一つを破壊していることになります。で、このインディアンヘッドロックは人為的に岩盤の上に彫り込まれたものです。 そのことは、このインディアンが左手に持っている杖、あるいは棍棒を見ればわかります。杖は700メートルにわたって岩盤の上に掘り込まれているのです。 なお、このインディアンヘッドロックは、西極点と東極点の距離を正確に2対3に分けた位置にあります。西極点からインディアンヘッドロックまでは 8024km。東極点からインディアンヘッドロックまでは 12046km。日に直しますと、2対。 3.002です。つまり2対3です。またそのインディアンの目線は正確に東極点を向いています。で、私はこの平原にある岩は人為的に建てられたものと判断しました。 その第一の理由は、同じ SI ラインの上に処理や列勢があることです。その処理や列勢も日本ではほとんど知られていないと思います。JCB さんこと、雪尾山川さんが教えてくださいました。SI ラインからのエラーは4.3キロですが、この距離もまた無視して良い距離ということになります。 繰り返しますが、処理屋列席は人為的に作られた暦列席、つまりロックカレンダーであるということです。その中心からナスカに直線を引いてみればわかります。その直線はラオスのジャール平原からの直線、エーブベリーからの直線と重なります。つまり同じプラットフォームにつながるという意味です。 その処理や列席と同じライン上に、その雪をロックが立っています。そこが重要です。この雪をロックが何を意味するか。私のイマジネーションによれば、それはインディアンヘッドロックからシギリア、あるいはシギリアロックへ向かう、あるいはその逆でも良いわけですけども、その中継点、つまり、 目印ではないかということです。目的は今のところわかっていませんが、そのラインの近くで2015年になって壁が見つかっています。新疆ウイグル地区にあるカバー遺跡です。SRI ラインからは約124キロ離れていますけども、まあ近くと私は考えています。 こうして並べて考えてみますと、これらの岩が偶然というのにはあまりにも偶然、つまり偶然とはとても言えないような範囲で置かれているのがわかります。あまりにもできすぎた話ということです。が、ここでのポイントは実はこのことではありません。こうした岩を眺めていると、 日本でいう、いわゆる岩倉なるものが、そのすべてではないにしても、ただ単なる、つまり自然によってそこにある岩ばかりではないのではないか、ということです。中には人為的に何らかの目的を持って置かれた岩もある、あるいはそういった岩が多いということです。事実、この雪は、雪をロックと同じような形状で、かつ、 場違いなところにある岩は日本中のあちこちにあります。そうした不自然さを多くの人たちが気がつき、そして感じています。あるいは古来より何かの伝説,伝説的な説明のある岩もたくさんあります。私もここには何かあるはずと調べ、自ら発見した岩もあります。 奈良の八田寺の裏にある小山の中の大石もその中の一つです。王様の王と書いて大石とも言います。直接現地へ行き、この辺りには何かそうした目印のようなものがありますかと住職に話しましたら、そういえばということでその岩のことを教えてもらいました。 こうした岩倉はアカデミックササイエティでは完全に無視されていますが、本当にそうでしょうかつまり研究に値しないと無視されてばかりで良いのでしょうかつまり無視して意味のないものと片付けてしまって良いものでしょうかが、私はそうは思いません。こうした事実を積み重ねていくと、私はその向こうに 巨大な謎が隠されているのがわかります。わかりました。例えば昨年調,調査した奈良県の岩,岩尾神社の巨石もその中の一つです。この遺跡、この巨石で謎など、謎なのは巨石の壁面を走るラインです。地質学者の、まあ、地質学の学者たちは ベイクライトであると説明していますが、それにしても不自然です。と言いますか、自然とは言い切れないものです。現地の人たちに伝わる伝説によれば、それらの岩は一夜のうちに天から降りてきたと言われています。さらに不思議なのは山添村の長寿岩です。その長寿岩にも奇妙なラインが走っています。 などなど。この地球はまさに謎だらけです。謎、また謎。逆に言うと、私たち人間は人間こそが第一の生物である。人間こそが完成された生物である。人間以外に知的生物はいない。などと、人間至上主義のもと、こうした謎にあまりにも無関心。 無頓着であったということではないでしょうか。そんなはずはない。ただの神話だ。伝説だ。とです。しかし、そう言いながら、言うなれば、煙幕を張ることで、人間と神々、つまり人間とエイリアンのつながりを意図的に否定し、消し去ってしまっていたということにもなります。 大平原にぽつりと立つ岩、その雪をロックは、栄養のない孤独感に包まれています。が、その雪をロックは、ただ一人、天空に向かって何かを訴えています。我一人、ここにありと。私はその姿に、限りない、ロマンを感じます。歴史の、 ロマンを感じます。いかがでしょうか Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about another rock calendar in Usutu Abankansky near Mount Shorya, Russia. Physical Measurement Laboratory website writes as follows. Celestial bodies the sun, moon, planets and stars have provided us a reference for measuring the passage of time throughout our existence. ancient civilizations relied upon the apparent motion of these bodies through the sky to determine seasons, months and years. we know little about the details of time keeping in prehistoric eras. But wherever we turn up records and artifacts, we usually discover that in every culture, some people were preoccupied with measuring and recording the passage of time. I, Hiroshi Hayashi, would like to point out the fact that rock calendars must have been there. Some of them, about which have paid a little attention or not at all to rock calendars. Here in this uh, video. I show you another story about rock calendars now found in ウストゥアバンカンス k ー near Mount Shorya, now in Russia. Rock alignments in ウス a v a n k a n s k ー is just one of them. 古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることでした。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば 今は何年何月何日なのかそして今はどんな季節なのかと。そうです。その根底にあったのは季節ということになります。その時になれば森の木々が芽を吹き花が咲く。その時になれば暖かい風が吹き小鳥たちが軽やかに歌い出す。がその一方でその時になれば雨が降り雪が降る。冷たい風が吹く時もあるし嵐になる時もある。 全てがその時に始まり、その時に終わりました。で、古代の人たちは、そうした移り変わりから一年という概念を導き出したものと思われます。と考えるのは、ごく自然なことです。古代の人たちといっても、その流れを汲む私たち自身のことだからです。私たち自身の中にその記録が刻み込まれているからです。 現在の私だって、私たちだって、一日単位、一ヶ月単位、一季節単位、そして一年単位で生活しています。が、その時がわからなくなってしまったら、現在の私たちは大混乱に陥るに違いありません。同じように古代の人たちもです。だから古代の人たちは懸命にその時を知ろうとしました。今はいつなのかと、まず太陽を見た、次に月を見た、やがて星々を見た。 こうして、小読みを知ったわけですが、それだけでは不十分でした。例えば、UK のエイブベリーにも岩が並んでいます。一番外枠は、12、12、13。12、12、13の月の数が並んでいます。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月を繰り返すという意味です。で、その円の中に別の円があり、そこには29.5個の岩が並んでいます。1ヶ月は29.5日という意味です。 が、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のズレが生じてきます。だから同じく円の中に27個の岩が円となって並んでいます。そして毎日その岩のそばにトークン、つまり目印の石を置くことで日、月、年を正確に知ろうとしました。もちろん季節も知ることができます。つまりロックカレンダーです。同じコンセプトで作られているのが日本の銅鐸です。 それについての動画はこの後に繋げておきますからどうかご覧になってください。が、それだけではありません。フランスのカルナック列石も同じコンセプトで作られたロックカレンダーと考えられます。エイブベリーで見つかったのと同じトークンがカルナックでも見つかっています。エイブベリーでもカルナックでもそのトークンのことをオノ、オノ、オノと言っています。オノなんかじゃないです。トークンです。 さらに、ラオスのジャール平原の列石、さらに南米ペルーのモレーもそうです。これらもカレンダーだったと断言できます。さらに言えば、ストーンヘンジの周辺には丸い穴が掘られていたこともわかっています。その穴もカレンダーでした。そのことも続くビデオの中で説明します。また、さらにさらに言えば、日本の前方後円墳、さらには埴輪もそういう役目を果たしていました。カレンダーだったのです。 で、以上はすべて私、林博士が発見したことです。詳しくはこの動画の中で説明しますが、もしお疑いなら、エイブベリー、ジャール、モレーからナスカに線を引いてみてください。この3箇所は一つのプラットフォームに集まります。同じエイリアンが絡んだカレンダーということになります。宇宙から地球を見ることができた人、すなわちエイリアンということになります。が、今日、今日、 その,その、今日ですね、そのカレンダーにもう一つ新しいカレンダーが加わりました。ロシアの移すアバンカスキーのロックカレンダーです。この情報は山川幸男さんという方からいただきました。シュリア山にある列席もカレンダーではないかと。で、調べてみましたが、答えはすぐ出ました。私、林博史のナスカ理論を応用しました。つまり、 映すアバンカンスキーからナスカに線を引いてみました。ビンゴーです。その映すアバンカンスキーからの直線と、先に挙げたエイブウィリ、ラオスのジャール平原からの直線が、そしてモレーからの直線が、みんな一箇所に集まったのです。もちろん、いいですか繰り返します。ペルーのモレーからの直線とも重なったのです。 ウスツアス・アバンカンスキー、エイブベリー、ジャール、そしてモレーの4カ所からの直線が1カ所に集まったのです。ビンゴーです。偶然ではありない確率で一致したのです。つまり、ウスツ・アバンカンスキーの列席が何らかの形でロックカレンダーとして機能していたことはもう疑いようのないことです。あるいは、エイブベリー、フランスのカルナク、ラウスのジャールと同じコンセプトで作られたロックカレンダー。 カレンダーであった。まさにビンゴーです。この動画の中で、その映すアバンカンスキーとエイブベリューを比較してみました。岩の大きさや並び方など。で、それがどうよく似てるかは、皆さん自身の目でご確認ください。いいですか、皆さん。古代の人たちの心になって、もう一度この世界を、この宇宙を見直してみてください。その心になれば、答えはおのずと出てくるはずです。 つまり、暦です。標準時です。古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることだったのです。今日はどんな日なのかと。つまり、今風に言えば今は何年何月何日なのかと。そして今はどんな季節なのかと。その時を知ることが重要だったのです。そのためのカレンダーであったということになります。 では、画面を見ながら説明します。まあ、これがあの、エブベリーですね。岩が並んでいるところに注意してください。まあ、それについては後でもう一回説明します。で、リア、ロシアのショリア、ウスツ・アバンタンスキーですかね。なんてうんですかね。まあ、の、まあ、ロックカレンダーに皆さんを案内いたします。ここにあるわけですね。ちょうどエブベリーと、 軽度差でですね、90.0っていうのも気になります。なあち、地球の4分の1周分ですね。それから、緯度は、1の、度違いますが、まあ、ほとんど同じだということですね。これが、ウスツアバカンスキー、あるいは、ウスツアバンカンスキー、という、まあ、呼ばれている、えー、ところです。で、ここに、その、ロックカレンダーがあります。で、この、岩の特徴はですね、やはり大きいということですね。UK のエーブベリーに勝るとも劣らないほど大きな岩だということ。 ということです。ところどころにですね、人間の姿がこれから出てきますから、ちょっと注意してみてくださいね。で、これをですね、山川幸雄さんが教えてくださいました。私は、この山川幸雄さんにですね、この、まあ、情報をいただくまでは、この薄つアバンカンスキーに、こうした遺跡が残っているということを知りませんでしたで。対角線上で100メートル前後ですね。まあ、井戸経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。 で、ところどころに小さくこう人が映ってるんですけどもね。あの、岩がいかに大きいかということがわかります。岩と岩の間にまたあの小さな岩が並んでいるということですね。ここに人が中央にいますね。大きいですね。ですからまあ、こうした巨大な岩がですね、ここ中央に人がいます。まあ、こういうふうに並んでいるということなんです。そして間に大きい石と石の間には小さな石が3、4個ずつ、まあ、ちょうど4個ずつですかね。 並んでいるということですね。これは日本の、まあ、古墳、前方後円墳に並べられた針輪の並べ,並べ方と、まあ、大変よく似てるということですね。あるいは同じと言ってもいいかもしれません。で、これが山川幸男さんがですね、集めてくださいました写真です。で、山川幸男さんがおっしゃる。 にはですね、処理屋山地周辺に、まあ、こうした、まあ、遺跡を見つけた。これはですね、私が説いている、ロックカレンダー説の一部ではないかと、そのようにおっしゃってくださったもんですから、調べてみましたけども、まあ、答えはですね、本当に簡単に見つかったんですよ。これはまさしく、ロックカレンダーです。で,では、検証しています。もう,もう一つの処リアに戻っていますね。で、これを処理アそして、まあ、エブベリーまでがですね、5800キロあるんですね。 これほど離れた距離のところなのにですね、あの、まあ、同じようなものがあるということです写真を見比べています。上が、ウスツアバンカンスキー、あるいは、ウスツアバカンスキーですね。下、でしたが、エイブベイリーです。人間の大きさを見比べてみてください。大きいでしょあの、いわゆるまあ、 小さな石ころという感じはもちろんないですよね。岩です。まあ、こうした、まあ、巨石がですね、この大平原のですね、高校バクバクとしたその平原の中に、まあ、このように置かれているということですね。そしてそのコンセプトと言いますか、並べ方が似ている。上なんかこれ同じようにあるんですけども、フランスのカルナクの石の並び方とよく似てますね。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけです。上が、ショリア、山の近くのウスツ・アバンカンスキーの列石、下が、 えー、UK のエブベリーです。人間の大きさを比べてみてくださいね。そしてその巨大さを、まあ皆さんにまず理解していただきたいなと思います。まあこうして岩が並んでる。何のためにどうしてかということですよね。でしたが、エ,ブ,エブベリーはもうあの私が証明しましたけども、これは小読みです。先ほど言いましたように、12、12、13、12、12、13。そして中央には29点。 5個の石が並べられている。そしてその上には27個の岩が並べられているということですね。そしてですね、古墳とよく似てるってことをちょっとして,しておき、しておきたいと思います。古墳の周りにはこのように埴輪が並べられていて、そして毎日1個ずつね、何かを動かすことによって、まあ、月、 年,年季節を知ったわけですね。まあ、前方公園、これ、円墳ですけどもね。前方公園の中周りにはこのような古墳、輪が並べられていた。花輪の目的は、だから、一日ごと、あれ二日に一回ずつね、何か花輪のようなものを動かすことによって、まあ、日にちを知った、あるいはそこにね、埴輪を並べておけば、あまあ、例えば、豪族だったら豪族でいいんですけどもね、神の、まあ、その、火を知ったということですよね。そして、お並び方が大変よく似ているということです。これは、まあ、一つの余談です。で、もう一つ注意していただきたいのが、ラオスのジャール平原です。 で、これから皆さんをジャール平原に案内します。で、このジャール平原も、え、暦、いわゆる列席。歴列石ってうんですかね。歴列、列席っていう言葉が、あの、山川幸夫さんが使っておられましたので、私はそれを使わさせていただきますけれども、暦列席っていうことです。これがジャール平原です。まあ、以前、あの、 皆さんのお知らせた代表とちょっと違いますので、古らの方を使ってください。これがジャール平原の、ま、列石ですね。ここにはですね、石というよりも、石を加工してですね、まあ、なんて言いますか、あー容器ですよね。こうして、ま、酒、まあ、酒を入れてたというのは、現地の説明らしいですけどね。ここいあのー、 ベトナムの在住の日本、日系の方ですけども、行ってくださいまして、そして報告してくださいました。で、これはですね、同じコンセプトで作られていると思います。まあ、どういうことかって言いますと、エイブベリーもカナク、カルナクもですね、斧が見つかっているわけですね。いわゆるトークンがね、そしてそのトークンを毎日動かすことによって、まあ、月、季節、そして年を知ったということです。で、ナスカ理論ですよ、あの、証明すれば簡単に証明できますから、皆さんに紹介します。これがナスカです。 なぜかね、このような、まあ、ま、ストラがいっぱい書いてあるわけですね。で、その中の一つ、このあたりには、列席、あるいは暦の、え遺跡へと繋がっているの。 がが集ままっててていいいすすこここれがエエーーーブブベベリリリかかららののグリーンンラインです皆ささんもエブベリーからここに線を引いてみてくださいそして、これがですね、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ここで中心で交わりますね。そして、今回見つかりました、ショリアのロックカレンダーからの線は、ぴたりビンゴをここに重なったわけであります。すなわち、この3本の線は1つに重なったということですよね。1つのプラットフォームから出て、すなわち、同じコンセプトで作られた、いわゆるロックカレンダーであるということは、こうして証明されるわけです。と同時に、カルナック、フランスのカルナック、 でででもトトクンが見つかかってまますすららエブ・ベリーとと、えー、カルナックは同じコンセプトで作れれた跡であるというふうふに証明されますそしてもう一つあるんですね。それが、まあ、少し前にし調べました、モレーのー遺跡なんですけどもね。それについてもこれから説明します。なわち、これは参加所とりあえずですね、参加所は同じプラットフォームから出てす。なわち、林博氏のナスカ理論によって証明できたということです。で、ペルーのモレーについて、まあ、話しておきたいと思います。これもですね、万年カレンダーだというふうに私は話しています。 判断しましまたこの輪の数がですね、ちょうどあの、まあ、あの、合うわけですね。で、そのモレーの、まあ、万年カレンダーからナスカに線を引いています。このモレーについての説明はこの続くビデオの中でしますから、じっくりとご覧ください。そして先ほど同じプラットフォームへとやってくるんですよ、皆さん。この線を見てください。先ほどと同じプラットフォームやってきたでしょそして、この上のエッジ、線と側線と重なっていきます。なじ、モレーも同じ、えー、暦、えー、カレンダー、ま、カレンダーですよね。であったということです。 古代の人たちは、まあ、その時を知るということがですね、最も重要関心事であったというふうに私は考えています。そして先ほどの戦闘並べていますね。これがエイブベリーです。そして、あ、ごめんなさい。ジャール平原ですね。ごめんなさい。失礼しました。ジャール平原ですね。ジャールです。そしてそこの横がエイブベリーです。わかりますかエイブベリー。そして重ねましたね。この三ヶ所また重ねましたね。そしてもう一本、先ほど言いました、うすつ、えー えー、ごね。え、赤、アバンカンスキーでしたかえ、そこのラインとも重なるということですね。えー、ロシア語難しいですね。ウスツアバンカンスキーの、えー、いうことまあこの座標はここに示しておきますから、ここの座標を目当てに4箇所から線を引いてみてください。で、 今日、新しく山川幸男さんからの情報で赤い線が一本変わりました。この赤い線は、うすアバンカンスキーから来て、みんな、まあこ、この右三箇所はね、巨石、そして左も同じコンセプトで作られたカレンダーである。 ということになってくるわけですね。まあ、カレンダーについての説明は、その、まあ、先ほど言いましたように、また続くビデオの中でします。このように、四、えー、4本の線がここに集まった、ビンゴですね。またこの、まあ、これ、これによってですね、この4箇所が、まあ、いわゆる、まあ、カレンダーであったということが証明で,で,き,るできると同時に、えー、林博氏のナスカリ論がですね、このような形で応用できたということです。えー、山川幸雄さんどうもありがとうございました。大変な情報でした。 これからもよろしくお願いします. Bye for now. Scientists claim that a remarkable 7,000-year-old megalithic site has been discovered in Muduma village in Telangana, India. It is said by Indian archaeologists that the discovery has been hailed as one of the most significant archaeological findings in India over the last few decades. Some scientists also claim that the Megalithic Site is the oldest ancient observatory in South Asia. Is this true? I, Hiroshi Ayeshi, just wondered. What is the Muduma Megalithic Site in India for human beings? Here is my answer7000 年前の巨石遺跡がインドで見つかりました過去数十年においてもインドでは最大級の発見と言われていますムドゥマ遺跡ですある学者の説によれば天文観測所ということになっていますが本当にそうでしょうか今日はその、 無駄間遺跡について考えてみます。無駄間遺跡とは何か。人間にとって無駄間遺跡とは何か。Hiroshihayashi Hamamats City Japan。と prove with Hiroshihayashi's Nazca theory, 無駄間 megalithic site in India. Hayashi Hiroshi no Indo, Muduma, Iseki. Scientists discover that Megalithic site in India is oldest ancient observatory in South Asia. A remarkable 7,000 year old megalithic site that served as an astronomical observatory has been found in Muduma village in Telangana, India. The discovery has been hailed as one of the most significant archaeological findings in India over the last few decades. According to Times of India, the team of archaeologists described it as the only megalithic site in India where a depiction of a star constellation has been identified. The ancient observatory dates back to 5,000 years BC and researchers believe that it is Earliest astronomical observatory discovered in India and perhaps even in the whole of South Asia. The site consists of around eighty huge manhills standing stones, which are three point five to four meters tall. There are also about 2,000 alignment stones which are 30 to 60 centimeters tall. According to experts, no other excavation site in India has so many mayhills concentrated in such a small area. The maximum concentration of Mehers is located in the central portion of the monument Ancient Origins october twenty seventh, twenty sixteen Indono Muduma Toyotogurude 見つかりました。エンシャントオリジンズがそれを報告しています。で、これがその報告書ということになります。2016年10月27日付になっています。皆さんをテランガナのその遺跡のあるあたりに案内します。場所の座標は 表記されていませんでしたので、テランガナのこの村に点を取りました。これがムドマの遺跡ということになります。写真は今のところこの2枚しか公表されていません。で、林博のナスカ理論によって、このムドマテランガナが ロックカレンダーであったことを証明します。テランガナのムドゥマ村からですね、ナスカに線を引いてみます。中心がテランガナで特定できる場所です。ナスカにはこのような滑走路があります。右から引いてきたのがテランガナから引いてきた線です。 意深くご覧ください。この滑走路がテラガナの方向を示しています。もう一度やってみます。右から引いてきた線に注意してください。繰り返します。この滑走路ですね。なぜこの滑走路が重要かということになります。つまりこの滑走路は私のラスカリ論の正しさを 証明するところとなりました。緯度経度はここに示しておきます。で、検証をしています。ナスカです。この黄色い線は、インドネシアのポケケアから引いてきた線です。後でそのポケケア遺跡の説明をします。で、これがその黄色い線です。中深くご覧ください。やはり巨石遺跡でよく知られている場所です。 この線と正確に重なります。そして同じように、これはラオスのジャール平原から引いてきた線です。ポケケア遺跡とジャール遺跡は区別がつきません。同じ壺型のですね、遺跡が残っています。上がポケケア。 右がジャールです。線が上の方で重なりましたね。で、この黄色い線のほか、このあたりには、いろいろなラインが重なっています。これがポケケアです。そして、エイブ・ベリーラインもあります。エイブ・ベリー・ UK です。そして、ロシアのショリア遺跡から引いてきた線です。その線も、この滑走路と、 正確に重なります。皆さんもご自身で線を引いてみてください。そして、ブルーのラインがペルーのモレーレイから引いてきた線です。ロックカレンダーと私が証明した場所です。そしてこれらの線が重なります。もう一度やってみます。ポケケアです。ジャールです。 赤い線がジャールです。そして、ショリアです。薄いブルーですね。それから、エイブベリー。黄色いラインです。そして、モレーです。そして今回、もう一つラインが加わりました。右の白いラインに注意してください。ムドマラインです。先ほど、ムドマ A と印をつけたところがここです。 この白いラインはですね、インドのムドマから引いてきた線ということになります。このように巨石遺跡からのラインはこのプラットフォーム周辺に集まります。これらの遺跡は私、林博士がロックカレンダーであると証明したものばかりですということは、左下のムドマ遺跡も ロックカレンダーの可能性が極めて高く、高いということになります。林博士のナスカ理論、プラットフォーム理論を使ってそれを証明してみました。Bye for now.We know Little about the details of time-keeping in prehistoric eras, but wherever we turn up records and artifacts, we usually discover that in every culture some people were preoccupied with measuring and recording the passage of time. I Hiroshi Hayashi, would like to point out a fact that rock calendars must have been there, some of them, about which have paid little attention. Or well, not at all to rock calendars. Here in this uh, video, I show you another story about rock calendars now found in Ussutu Abankanski near Mount Shorya, now in Russia. A rock alignment in Ussutu Abankanski is just one of them. 何よりも重要だったことは、時を知ることでした。今日はどんな日なのかと。つまり今風に言えば、今は何年何月何日なのか。そして今はどんな季節なのかと。そうです。その根底にあったのは、季節ということになります。 その時になれば森の木々が目を吹き花が咲く。その時になれば暖かい風が吹き小鳥たちが軽やかに歌い出す。がその一方でその時になれば雨が降り雪が降る。冷たい風が吹く時もあるし嵐になる時もある。すべてがその時に始まりその時に終わりました。で、古代の人たちはそうした移り変わりから一年という概念を導き出したものと思われます。 と考えるのは、ごく自然なことです。古代の人たちといっても、その流れを組む私たち自身のことだからです。私たち自身の中にその記録が刻み込まれているからです。現在の私だって、私たちだって、一日単位、一ヶ月単位、一季節単位、そして一年単位で生活しています。が、その時がわからなくなってしまったら、現在の私たちは大混乱に陥るに違いありません。 同じように古代の人たちもです。だから古代の人たちは懸命にその時を知ろうとしました。今はいつなのかと。まず太陽を見た。次に月を見た。やがて星々を見た。こうして暦を知ったわけですが、それだけでは不十分でした。例えば UK のエイブベリーにも岩が並んでいます。一番外枠は十二十二十三、十二十二十三の月の数が並んでいます。 12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月を繰り返すという意味です。で、その円の中に別の円があり、そこには29.5個の岩が並んでいます。1ヶ月は29.5日という意味です。が、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のずれが生じてきます。だから同じく円の中に27個の岩が円となって並んでいます。そして毎日その岩のそばに トークン、つまり目印の石を置くことで、日、月、年を正確に知ろうとしました。もちろん季節も知ることができます。つまり、ロックカレンダーです。同じコンセプトで作られているのが日本の銅卓です。それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。が、それだけではありません。 フランスのカルナック列席も同じコンセプトで作られたロックカレンダーと考えられます。エイブベリーで見つかったのと同じトークンがカルナックでも見つかっています。エイブベリーでもカルナックでもそのトークンのことをオノ、オノ、オノと言っています。オノなんかじゃないです。トークンです。さらにラオスのジャール平原の列席、さらに南米ペルーのモレーもそうです。これらもカレンダーだったと断言できます。 さらに言えば、ストーンヘンジの周辺には、丸い穴が掘られていたことも分かっています。その穴も、カレンダーでした。そのことも続くビデオの中で説明します。また、さらにさらに言えば、日本の前方後円墳、さらには埴輪もそういう役目を果たしていました。カレンダーだったのです。で、以上は、すべて私、林博が発見したことです。詳しくは、この動画の中で説明しますが、もしお疑いなら、 エイブベリー、ジャール、モレーからナスカに線を引いてみてください。この3箇所は1つのプラットフォームに集まります。同じエイリアンが絡んだカレンダーということになります。宇宙から地球を見ることができた人、すなわちエイリアンということになります。が、今日、今日、その今日ですね、そのカレンダーにもう1つ新しいカレンダーが加わりました。ロシアの映すアバンカスキーのロックカレンダーです。 この情報は山川幸雄さんという方からいただきました。シュリア山にある列席もカレンダーではないかと。で、調べてみましたが、答えはすぐ出ました。私、林博士のナスカ理論を応用しました。つまり、うつすアバンカンスキーからナスカに線を引いてみました。ビンゴーです。そのつすアバンカンスキーからの直線と先に挙げた エイブビリ、ラオスのジャール平原からの直線が、そしてモレーからの直線が、みんな一箇所に集まったのです。もちろん、いいですか繰り返します。ペルーのモレーからの直線とも重なったのです。ウスツ・アバン,アバンカンスキー、エイブビリ、ー、ジャール、そしてモレーの四箇所からの直線が一箇所に集まったのです。ビンゴーです。 偶然ではありない確率で一致したのです。つまり、うつつアバンカンスキーの列席が何らかの形でロックカレンダーとして機能していたことはもう疑いようのないことです。あるいは、エイブベリー、フランスのカルナク、ラオスのジャールと同じコンセプトで作られたロックカレンダーであった。まさにビンゴーです。この動画の中で、そのうつつアバンカンスキーとエイブベリーを比較してみました。 岩の大きさや並び方などでそれがどうよく似てるかは皆さん自身の目でご確認ください。いいですか皆さん古代の人たちの心になってもう一度この世界を、この宇宙を見直してみてください。その心になれば答えはおのずと出てくるはずです。つまり、読みです。標準時です。古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることだったのです。 今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば今は何年何月何日なのかと、そして今はどんな季節なのかと、その時を知ることが重要だったのです。そのためのカレンダーであったということになります。では画面を見ながら説明します。これがあの、 エイブベリーですね。岩が並んでいるところに注意してください。まあ、それについて後でもう一回説明します。それで、ショリロシアのショリア、ウスツ・アバンカンスキーですかね。なんていうんですかね。まあ、の、まあ、ロックカレンダーに皆さんを案内いたします。ここにあるわけですね。ちょうどエイブベリーと軽度差でですね、90.0っていうのも気になります。なあち、地球の4分の1周分ですね。それから、緯度は1度違いますが、まあ、ほとんど同じだということですね。 これがウスツアバカンスキー、あるいはウスツアバンカンスキーという、まあ、呼ばれている、えー、ところです。で、ここに、そのロックカレンダーがあります。で、この岩の特徴はですね、やはり大きいということですね。UK のエブベリーに勝るとも劣らないほど大きな岩だいうこと、ということですで。ところどころにですね、人間の姿がこれから出てきますから、ちょっと注意してみてくださいね。で、これをですね、 山川幸雄さんが教えてくださいました。私は、この山川幸雄さんにですね、この、ま、情報をいただくまでは、この薄ツアバンカンスキーに、こうした遺跡が残っているということを知りませんでした。え、対角線上で100メートル前後ですね。まあ緯度、井戸経路はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。で、ところどころに小さくこう人が映ってるんですけどもね、あの、岩がいかに大きいかということがわかりますし、岩と岩の間にまたこあの小さな岩が並んでいるという いうことですね。ここに人が中央にいますね。大きいですね。ですからまあ、こうした巨大な岩がですね、こっち方に人がいます。まあ、こういうふうに並んでいるということなんです。そして間に大きい石と石の間には小さな石が3、4個ずつ、まあ、ちょうど4個ずつですかね。 並んでいるということですね。これは日本のまあ古墳、前方古墳墳に並べられた針間の並べ,並べ方とまあ大変よく似てるということですね。あるいは同じと言ってもいいかもしれません。で、これが山川幸男さんがですね、集めてくださいました写真です。で、山川幸男さんがおっしゃる にはですね、処理屋山市周辺に、まあ、こうした、まあ、遺跡を見つけた。これはですね、私が説いている、ロックカレンダー説の一部ではないかと、そのようにおっしゃってくださったものですから、調べていましたけども、まあ、答えはですね、本当に簡単に見つかったんですよ。これはまさしく、ロックカレンダーです。で,では、検証しています。もう,もう一つの処理アに戻っていますね。で、これを処理アそして、まあ、エブベリーまでがですね、5800キロあるんですね。 これほど離れた距離のところなのにですね、あの、まあ、同じようなものがあるということで写真を見比べています。上が、薄すつアバンカンスギ、あるいは薄すつアバカンスギですね。下で、下が、エイブベリーです。人間の大きさを見比べてみてください。大きいでしょあの、いわゆる、まあ 小さな石ころという感じはもちろんないですよね。岩です。まあ、こうした、まあ、巨石がですね、この大平原のですね、高校バクバクとしたその平原の中に、まあ、このように置かれているということですね。そしてそのコンセプトと言いますか、並べ方が似ている。上なんかこれ同じようにあるんですけども、フランスのカルナクの石の並び方とよく似てますね。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけです。上が、ショリア山の近くのウスツ・アバンカンスキーの列石、下が、 え、UK のエブベリーです。人間の大きさを比べてみてくださいね。そしてその巨大さを、まあ皆さんにまず理解していただきたいなと思います。まあこうして岩が並んでいる。何のためにどうしてかということですよね。でしたがエブ、エブベリーはもうあの私が証明しましたけども、これは小読みです。先ほど言いましたように、12、12、13、12、12、13。そして中央には2 9点 5個の石が並べられている。そしてその上には27個の岩が並べられているということですね。そしてですね、古墳とよく似ているということをちょっとしておき、しておきしておきたいと思います。古墳の周りにはこのように埴輪が並べられていて、そして毎日1個ずつね、何かを動かすことによって、まあ、月、 年、年季節を知ったわけですね。まあ、前方公園、これ円墳ですけどもね。前方公園府の中周りにはこのような古墳、はにが並べられていた。埴輪の目的はだから、一日ごと、あるいは二日に一回ずつね、あ何か、埴輪のようなものを動かすことによって、まあ、日にちを知った、あるいはそこにね、はにを並べておけばあ、まあ、例えば豪族だったら豪族でいいんですけどもね、神の、まあその、日を知ったということですよね。そうしてお並び方が大変よく似ているということです。これは、まあ一つの余談です。で、もう一つ注意していただきたいのが、ラオスのジャール平原です。 で、これから皆さんをジャール平原に案内します。で、このジャール平原も、えー、暦、いわゆる列石、歴列石っていうんですかね。歴列、石っ,っていう言葉が、あの、山川幸夫さんが使っておられましたので、私はそれを使わせていただきますけれども、暦、列とっていうことです。これがジャール平原です。まあ、以前、あの、 皆さんのお知らせた座標とちょっと違いますので、こちらの方を使ってください。これがジャール平原の丸、まあ、列石ですね。ここにはですね、石というよりも、石を加工してですね、まあなんて言いますか、あー容器ですよね。こうしてまあ酒、まあ酒を入れてたというのは、現地の説明らしいですけどね、ここ、あの、 ベトナムの在住の日本、日系の方ですけども、行ってくださいまして、そして報告してくださいました。で、これはですね、同じコンセプトで作られていると思います。まあ、どういうことかって言いますと、エイブベリーもカナク、カルナクもですね、斧が見つかっているわけですね。いわゆるトークンがね、そしてそのトークンを毎日動かすことによって、まあ、月、季節、そして年を知ったということです。で、ナスカ理論ですよ、あの、証明すれば簡単に証明できますから、皆さんに紹介します。これがナスカです。 なすかね、このような、まあ、ま、ストラがいっぱい書いてあるわけですね。で、その中の一つ、このあたりには、列席、あるいは暦の、えの遺跡へと繋がっているの。 が集まっています。これがエブベリーからのグリーンのラインです。皆さんもエブベリーからここに線を引いてみてください。そしてこれがですね、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ここで中心で交わりますね。そして今回見つかりました、ショリアのクカレンダーからの線は、ピタリビンゴをここに重なったわけであります。なわち、この3本の線は1つに重なったということですよね。1つのプラットフォームから出て、すなわち、同じコンセプトで作られた、いわゆるクカレンダーであるということは、こうして証明されるわけです。と同時に、カルナック、フランスのカルナック、 でででもトトクンが見つかかってまますすららエーブベリととカルナクは同じコンセプトで作れれた遺跡であるという,ふうに証明されますそしてもう一つあるんですね。それがまあ少し前にし調べました、モレーのー遺跡なんですけどもね。それについてもこれから説明します。なあち、これは三箇所。とりあえずですね、三箇所は同じプラットフォームから出て、すなわち、林宏氏のナスカ理論によって証明できたということです。で、ペルーのモレーについて、まあ、話しておきたいと思います。これもですね、万年カレンダーだというふうに私は 判断しましまたこの和の数がですね、ちょうどあの、まあ、あの、合うわけですね。で、そのモレーの、まあ、万年カレンダーからナスカに線を引いています。このモレーについての説明はこの続くビデオの中でしますから、じっくりとご覧ください。そして先ほど同じプラットフォームへとやってくるんですよ、皆さん。この線を見てください。先ほどと同じプラットフォームやってきたでしょそして、この上のエッジ、線と側線と重なっていきます。なあち、モレーも同じ、えー小読み、え、暦、え、カレンダー、ま、カレンダーですよね。であったということです。 まあ、古代の人たちは、まあ、その時を知るということがですね、最も重要関心事であったというふうに私は考えています。そして、先ほどの先頭並べていますね。これがエイブ・ベリーです。そして、あ、ごめんなさい。ジャール平原ですね。ごめんなさい。失礼しました。ジャール平原ですね。ジャールです。そして、そこの横がエイブ・ベリーです。わかりますかエイブ・ベリー。そして、重ねましたね。この三箇所また重ねましたね。そして、もう一本。先ほど言いました。うす えー、ごめんでね。赤、アバンカンスキーでしたかえ、そこのラインとも重なるということですね。えー、ロシア語難しいですね。ウスつ、アバンカンスキーの、えー、ってことまあ、この座標はここに示しておきますから、ここの座標を目当てに4箇所から線を引いてみてください。で、 今日、新しく、山川幸男さんからの情報で赤い線が一本加わりました。この赤い線は、薄つ、アパンカンスキーから来て、みんな、まあ、この三、右三箇所はね、巨石、そして左も同じコンセプトで作られたカレンダーである。ということになってくるわけですね。まあ、カレンダーについての説明は、その、まあ、先ほど言いましたように、また続くビデオの中でします。このように、四、えー、本の線がここに集まった、ビンゴですね。またこの、まあこ、これ、これによってですね、この四箇所が、まあ、いわゆる、まあ、 カレンダーであったということが証明で,でき、ると同時に、えー、林博氏のナスカリ論がですね、このような形で応用できたということです。えー、山川幸男さんどうもありがとうございました。大変な情報でした。これからもよろしくお願いします。Bye for now!